に大きな危機感を持っておりました。私自身が当選するかどうかということの危機感ではありません。そんなことは小さな問題で、むしろもっともっと大事なこととして、この武蔵野の町の政治、武蔵野の町の市政、本当に健全な在り方が保てるかどうか、そういうギリギリの選挙になる、そういう思いを持っていたからであります。私桜井夏樹、この武蔵野の町の市政、市民の声を生かしてしっかりと誰の権利も守られる、そういう姿勢が実現されてきたというふうに思っておりますけれども、しかし一昨年住民投票条例の制定をめぐりまして大きな騒動が起きた。武蔵野市は多様な市民の声をしっかり生かしてより良い市政を実現するために住民投票条例の制定を目指したわけですけれども、その中に こんばんは桜井夏樹です、外国籍の市民の声もしっかり耳を傾けよう、そういう内容を盛り込んだところ、排外主義的、つまり外国人を差別したい、外国人を排除したい、そういう団体が一斉にこの武蔵野の町に攻撃を仕掛けてきまして、こんな条例を作らせてはいけない、そういう運動が行われた。私桜井夏樹、こんな差別的な排外主義的なそういう考え方は武蔵野の町には似つかわしくないというふうに思っています。しかし大変残念なことに議会の中ではこうした声に押されて、そして結局のところ否決がなされてしまった。私はもちろんこの住民投票条例賛成をいたしましたけれども、しかし結果としては反対多数となって否決をされてしまった。こうした状況がありましたので、今回の市議会議員選挙、もしかすると武蔵野市は圧力を加えれば、声高に主張すれば市民が膝を屈する町だ、そういうふうに思われてしまったのではないか、そのことにつけ込んで自分勝手な主張をしようとする、そういう候補者がたくさん現れるのではないか、私桜井夏樹そのことを強く懸念しておりました。実際今回の市議会議員選挙、過去最大となる40名の方が立候補しまして、その中にはきちんと建設的な姿勢を実現しようというのではなくて、ただただ非難をして、ただただ攻撃をして、そしてこの姿勢を引っかき回したい、そういう考えなんじゃないかと思われるような方も混じっています。私桜井夏樹、そんなわけで今回の市議会議員選挙、非常に大切な選挙だ、そういうふうに思ってこの1週間の選挙戦を戦ってきましたけれども、今1週間の戦いを終えて、もう間もなくあと1時間も経たないうちに選挙活動ができる時間が終わりますけれども、今私は実は未来に対して楽観的な思い、希望を感じています。この武蔵野の町で1週間一生懸命選挙戦を戦う中で、もちろん武蔵野の市政を足を引っ張りたい、そういう思いで攻撃をしているような、そういう人もいましたけれども、それと同時に私桜井夏樹と同じ思い、この武蔵野の町、差別のない町、自由な町、誰もが大切にされる町、そういう町を守らないといけない、そういう思いで取り組みを進めている多くの仲間を見つけることができたからです。今この同じ場所で交代でマイクを握っている佐向もみさんもその一人、あるいは道の向こう側でマイクでお話をされている谷谷さんもその一人、この武蔵野の町が今非常に大きな危機にあるという思いを持って、多くの方が政治の場に声を上げよう、黙っていてはダメだ、みんなで建設的な希望の持てる未来を作らないといけない、そういう思いで立ち上がった人たちがいること、私桜井夏樹大変心強く思い、またそうした人たちとともに明日の投票日、ぜひ議会の場に皆様の力で押し上げていただいて、この武蔵野の町の姿勢、命を守る、暮らしを支える、そして平和と人権をしっかりと守っていく、そういう姿勢を一歩も二歩も前に進める、確かなものにしていく、そのために頑張っていきたいというふうに思っています。私は武蔵野市議会議員候補の桜井夏樹、桜井夏樹命を守る、暮らしを支える、そういう政治を実現するのは桜井夏樹、誰も差別されない社会を実現するのは桜井夏樹であると皆様に固くお約束をさせていただいております。武蔵野市議会議員候補の桜井夏樹、桜井夏樹、ぜひ皆様と共にこの武蔵野の町の姿勢、さらにしっかりと前に進めていきたいというふうに思います。
今回の武蔵野市議会議員選挙、本当に大事な節目だと思っていて、私自身今回選挙に出ようと、このタイミングで武蔵野市議会議員を目指そうと思ったのは、住民投票条例が否決をされた、それが外国籍の人たちが住民投票っていう市民一人一人が意見表明をする方法である住民投票に外国籍の人が参加をできる、その一点に関してものすごい反対の声があった。しかもその反対の声が暴力としてヘイトスピーチとして大きくなった時に、それに引っ張られて否決をするという議員がたくさん出てしまって、条例案自体が通らなかった。暴力によってこの武蔵野市の民主主義が足元から崩れていく気がした。それをやっぱり止めたいし、暴力は絶対にいけない、差別は絶対に許さないという立場をみんなで取っていきたい。だからこそ人権は大切で、差別は排除は許さない、暴力は許さないという議員を一人でも議会に増やしたい、その一人に私がなりたいと思って、今回武蔵野市議会議員選挙にチャレンジをしてます。絶対に差別はいけない、どんな理由があっても、どんな人のことも絶対に差別しちゃいけないと大きな声でずっと言い続けたいと思ってます。それを人権とか難しいこと言わないでって言われたけど、でも人権は大事だって。ジェンダーとか気候変動とかそんな大きい話しないでとか、難しい話したら当選しないよって最初すごい言われて、政策作る時も人権って書くのやめなとか、気候の話したらダメだよとか言われたけど、そう一貫して私は気候変動を大事にしたいし、ジェンダー平等の実現も目指したいし、人権を大切にしたい、それを前面に出してここまでやってきて、こんなにたくさんの人が応援してくれて信じてきてよかったし、みんなで人権を守る街をここ武蔵野市からなら作れるってそう信じてます。だから最後、皆さんぜひ佐向もみって投票用紙に書いて議会に送り込んでもらいたいし、ジェンダー平等の推進と気候変動の対策と人権を守ることを前面に押し出した20代の女の子が当選したっていう実績をみんなで一緒に作りたいと私は思ってます。それがきっと社会にとって希望になるはずだって私自身信じてるし、そうやって言ってくれる人もたくさんいました。この1週間街に立ったり、選挙カー出さなかったので、みんなと一緒に街中ぐる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 歩き回って、もう毎日2万歩以上歩いて足はもうパンパンで、でもその中で出会って道で話したたくさんの人たちが、みんなで頑張ろうね、差別のない街一緒に作ろうね、気候変動の対策武蔵野市からできることいっぱいあるはずだから頑張っていこうね、そうやって声をかけてくれて、本当にその声をかけてくれたっていうこと自体が私にとっては希望だったし、あ、社会ってこうやって前に進んでいくんだな、毎日毎日本当に明るい気持ちになってきました。みんなと一緒にここ武蔵野市を差別のない町、排除のない町として次の世代に引き継いでいきたいなと思っています。やばい、しゃべりすぎて疲れてきた。ありがとうございます。隣出てきてよかったです。本当です。ありがとうございました。感動的です。ありがとうございます。